させていただきます FOE ジャパンのトトロキと申します本日は司会を務めさせていただきますよろしくお願いいたします今回のエネキって何2024年のビッグイシュー日本のエネルギー政策を考えるというタイトルで今回オンラインセミナーを企画させていただきました今年2023年も終わろうとしていますが 今年は観測史上最も暑い年となりました来年2024年は日本のエネルギー政策に大きく関わるエネルギー通称エネルギーと言われていますがエネルギー基本政策を策定する年になっていますこれに向けてより多くの方と共もに日本のエネルギー政策を考えていきたいということで基本的なところから本日はお話をしていければと思います はじめに数点注意点をお伝えします。まず皆さん、参加者の皆さんはマイクをミュートに設定ください。本セミナーはアーカイブ配信のために録画をさせていただきます。また、最後に質疑応答の時間も設けますので、何か質問がございましたら随時チャット欄の方にお寄せください。本日の内容はこのように予定をしております。 まず、えー、最初にですね、NEC とは日本のエネルギー気候構成対策の今ということで、FOE ジャパンの吉田の方からお話をさせていただきます。吉田さんには一言いただけますか。あはい、こんにちは、えー。気候変動エネルギーを担当している吉田紀子と申します。よろしくお願いします。あちなみにあの、の今日司会してくださっている轟紀子さんは、えー、11月の半ばからあの入られた。 新スタッフということで今一緒に気候変動エネルギーをやっています。お願いします。まだほやほやでちょっと司会も不安定ですがどうぞよろしくお願いいたします。えー、続いてえっと二番目にフライデーズポーフューチャー東京の中村千尋さんから、えー、私たちがエネルギーに臨むことということで本セミナーの内容を踏まえてそんなコメントをいただきたいと思っています。中村さんどうぞよろしくお願いします。 よろしくお願いします。フライデースフォー・フューチャー東京で活動していて、実は FOE、えっとえー、ジャパンでもインターンさせていただいています。中村千尋と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、えー、早速ですが、まず一番のエネキとは、えー、日本のエネルギー気候対策の今というところから入っていきたいと思います。吉田さん、お願いいたします。 はいありがとうございますはですねエネルギー基本計画って何ということで、その概要、そしてじゃあ実際、日本の、ま、エネルギーをめぐる状況、どうなっているのか、えー、というところを見て。 でそして、まあ、それに対して2024年、私たちが何ができるかということを一緒に考えていきたいと思います。よろししくお願いしますまず最初に、まあ、エネルギー基本計画とはというところなんですけれども、エネルギー基本計画は、日本のエネルギー政策の、まあ、背骨、屋台骨というか、もう本当、大元のところを決めている計画になります。 2002年にエネルギー政策基本法というのができて、この法律に基づいて作ることになっている計画です。で最初の計画が2003年にできて、まあ、その後、約3年ごとに、まあ、状況に応じて見直しをするということになっています。で、今あるエネルギー基本計画は、2021年にできた第6次のもの、そしてまあこれから第7次の、まあ え検討が始まるところというとこころろいうですでちなみになんですけれどもこの2010年の第3次との後にですね、えー、皆さんご存知の通り東日本大震災と福島原発事故、えー、福島第一原発事故が起こりましたで、えー、まあその時あの民主党政権だったんですけれども、えー、まあ,あれだけの事故が あってもう本当に日本のエネルギーをぐる状況大きく大きく揺さぶられて当然のことながらエネルギー政策の議論が行われたんですね。で2011年に基本問題委員会という審議会が開かれて1年弱の議論が1年ぐらいの議論が行われてそして2012年の夏エネルギー環境に関する国民的議論 という形で、えー、大きなあの、まあ、議論、えー、夏の期間約2か月にわたって、まあ、大きな議論が行われました。で、えー、これを経てです、ねえー、国民の過半は原発をゼロにしていくことを望んでいるっていうふうにまとめられて、でえー、その結果を受けて、えー、2012年の9月。 えー、2030年代に原発をゼロにするという内容を含んだ、えー、エネルギー環境戦略というものが、えーまあ、決まります。まあ、つまり、この時に一度、日本は、えー、日本でも脱原発ということを決めていたんですね。でところが、その数か月後に、えーまあ、というか、すぐ、えー、後にあとに衆議院解散が行われて、政権交代が起こり、 えー、そして3か月後の2012年12月、えー、安倍政権、えー、安倍首相が、まあ、この原発ゼロっていう、えーまあ、こあの1年以上かけて決めたこの方針を白紙から見直すっていうふうに言って、でもう,あのもうじ事実上、これ、なくなってしまったですね。で、2014年に、まあ、あの第4次のエネルギー基本計画の議論。 えーまあ、2013年から議論が行われて14年に決まったんですけれどもこの第4次エネルギー基本計画の議論の時にこの2011年から12年にかけての議論が全く反映されなかった、えー、こ,うこういう、まあ、普通ですねこれだけ大きなあの、えーまあ、1年以上のかけての議論そしてその結論って えー、少なくとも資料に入れて、えーまあ、こ,この時にこういうあの、まあ、1年2年前にこういう議論をしたよねということを、えー、踏まえて議論をしてほしいと思うんですけれども、まあ、それが全く行われなかったんですね。でもうまるでこの11年から12年の議論がな,なかったかのような形で、まあ、2014年。 のまあ、エネルギー基本計画の議論が行われて、まあ、以後あの、えーまあ、ほぼ同じ形が踏襲されています。で、まあ、その2012年の夏の時にの国民的議論なんですけれども、えー、パブリックコメントだけではなくて、えー、討論型世論調査。 今でいう気候市民会議って各地であの開催されて注目されているんですけれども、まあ、気候市民会議と同じような形の議論がこの時に行われていたんですね。でそれだけでなくメディアの世論調査えそういったことも参考としてえ取り入れられましたしえまた、えー、いろんな団体があの各地でこう、えー、政府の人を呼んで、えー 自主的な意見、まあ、意見聴取会、意見交換会というのをひら、えー、開くで、その意見も政策、あのえーまあ、この国民的議論の参考として、まあ、ちゃんと記録されたんですね。でまあ、そういうことを考えると、まあ、本当にこのとき、えーまあ、原発事故がの後のエネルギー基本計画見直しだったということも、えー、ありますけれども。 さまざまな形で、えー、国民の、まあ、意見を聞くという試みが、えーまあ、行われていたんですね。でなので、この議論が、まあ、全くなかったことに、えー、されている今の議論、えー、今のエネルギー基本計画の議論に全く生かされていないということは、えー、非常にあの残念だなと思っています。でまあ、現在、えー、なんですけれども、えー、経済産業省、えー、資源エネルギー庁のもとに、 基本政策分科会という審議会があって、ここで主な議論が行われています。まあ、とはいってもです、ね、エネルギー基本計画って、再エネのことも入っているし、原子力のこともあるし、化石燃料のこともある、省エネのこともある、エネルギーに関すること、すべてがまとめられているので、詳細な、まあ、あのそれぞれの例えば再エネ政策とか、原子力政策だとか、 えー、化石燃料政策、まあ、そういった、えー、具体的なところについては、それぞれまた専門の審議会があって、まあ、この基本政策分科会、この場ではそういった議論を、えーまあ、大きくこう取りまとめる、えーまあ、そんなようなことをやっているのがあのこの場になります。で、えーとまあ、配布資料と、それからあのライブ配信の,あの録画、それから少しずつ、えー、あの1回。 数週間すると議事録も公開されますので、まあ、それであの誰でも一応議論、えー、見られることにはなっています。えちなみに、こ、えー、今年12月18日、えー、今週の月曜日ですね、えー、基本政策分科会が開かれています。でまあ、このの、えー、月曜日の議論は まあ直接エネルギー基本計画の見直しの議論が始まったわけではないんですけれども、まあ、現在のエネルギーをめぐる状況のまあ整理がお行われたということで、まあ、いよいよこう年明けから、えーまあ、改定に向けた議論が始まるのではないかなとあの見られています。で議論が始まると、まあ、大体おおむね月に1回ぐらい、えー、開かれてで、まあ、大体半年から、えーまあ、1年弱ぐらいの 期間で、議論が行われてでそこからパブリックコメントが約1ヶ月あって、で、まあ、その意見を、えーまあ、1ヶ月ぐらいかけてまとめた後にまに、あ、閣議決定されるっていう、えー、大まかにそんなプロセスになってます。で、えー、つまり、あのパブリックコメントってもう本当に最後の最後のギリギリのところで行われるので、まあ、あのまあ、ほとんどもう中身、内容、 詳細なところも含めて、もう決まってから、最後一応意見を聞くという、まあ、そんなところにとどまっています。ちなみにその委員、審議会の委員構成なんですけれども、まあ、こんな形で、今は16名の委員になっています。産業界の方、それから技術,技術に関する学術関係の方、企業、まあ、産業界。 それから、えー、一応消費者団体の方が、えー、何人か入っている、そして、まあ、福井県知事、えーまあ、原子力あのが、まあ、一番多く立地している県ということで、まあ、そんなような方たちになっています。えーまあ、環境団体の人とか、それから若い人、まあ、そういったメンバーは全く入っていません。でまあ、これあの 2000年代のエネルギー基本計画の議論が始まってから、まあ、大体、委員構成、ほぼ変わっていないと思うんですね。でまあ、以前は再生可能エネルギーもほとんど、えー、入ってい,ないませんでしたし、あのエネルギーというと、まあ、ほとんどがまあ火力発電、そしてまあ原子力発電もどんどん進めていくということでしたので、それに関わる方たちがまあ中心という。 えー、形でで、まあ、なってるんですねで、まあ、ちなみに誰が決めているのかというのは経済産業省の事務局があの決めていて、えー、その選定方法とかプロセスとかは、まあ、公開はされていません。で、まあ、そういうあのメンバーなんですけれどもあの今は気候変動、えー、エネルギー政策が、まあ、気候変動にも、えー、直接的に、まあ、関わっている。 えー、そしてあのそのエネルギーの在り方というのも、えー、地域分散型、えー、そして再エネをもっと中心的に、えー、というふうに変わってきているので、まあ、そういった意味でもこの委員構成から、まあ、本当は見直すべきではないかなと、えー、思います。で、まあ、議論のプロセスあのもう一度整理しますと。 えー、2012年、まあ、この、えー、黄色で色をつけていますけれども、この時、まあ、民主党政権であったこともあって、大きくこう、えー、形態が違ったんですけれども、まあ、この時にはですね、えー、と審議会の委員24名の中に、8人ぐらいですね、えー、環境 NGO のメンバーもいましたし、原子力に批判的な立場の方もいましたし、えー まあ、あの化石燃料、原子力推進の方針ではない方が、まあ、3分の1ぐらいいたんですね。で、えーまあ、それに対してですね、まあ、それ以外のエネルギー基本計画プロセスの中では、まあ、1、2名程度、えー、批判的な方は1、2名程度という、まあ、構成になっています。でまた、市民の意見を聞く場としてもですね、まあ、ほぼあの。 パブリックコメントのみに限られています。でちなみにこれは、えー、前回の,あの、えー、3年前の議論のときに、フライデーズ・フォー・フューチャーの皆さんが、えー、エネモンカードっていうのを作って、まあ、審議会の委員の方々、えー、こんな考えを持っているよねという、まあ、この赤い炎は火力発電を推進している方で。あの えー、アトムマークみたいなのは、まあ、原子力を特に,特に強く推進している方ということで、でまあ、この,あのちなみに、えー、と曇りマーク、グレーのこの方々は中立ではなくて、あの基本的に政府の,あの事務局の、えーえー、と案に、まあ、賛成しているというか、あのまあ、ほぼ同じようなあのお考えの方と、はいまあ、そのような印構成でした。 ちなみに、まあえー、日本のエネルギー政策、エネルギー基本計画のベースとなっている考えが、まあ、S プラス 3E となっています。S プラス 3E というのは、えー、S 安全性、えー、そして、えー、3つの E がエネルギー安全保障、えー、環境、経済性となっています。でこれだけ見ると、まあ、なんかいいんじゃないかと。 ね、あのこれ S、S プラス 3E をすべて満たすエネルギーって再生可能エネルギーじゃなんじゃないのと思うんですけれども、まあ、そうではないんですね。えー、とまず、えーと、エネルギー安全保障、安定供給、えー、こ,こ,のこ,のこ,のここではですね、まあ、資源の乏しい我が国ではという言葉が、まあ、必ず出てきてですね。まあ、だから 再生可能エネルギーもだし、やっぱり原子力欠かせないよねと。でまた、えー、環境、えー、再生可能エネルギーももちろんなんですけれども、えー、原子力が、まあ、運転時に CO2 を出さない、えー、低炭素、えー、非化石電源であると。それから経済性、運転コストの低廉な原子力発電。えー、それして、まあ、安全性のところ、さすがに原子力安全ではない。 と、まあ、多くの人は思うんですけれども、原子力についてゼロリスクではないが、可能な限りリスクを低減すると、まあ、いうことで,です、ね、えーあえー、と原子力はあの S プラス 3E のすべてにおいて優れていると、はい、いうふうに評されています。でまあ、火力発電は さすがにちょっとその環境 CO2 を出すという意味で環境、えー、の意義、まあ e、は満たさないんですけれども、まあ、エネルギー安全保障の観点、えーまあ、エネルギーの安定供給の観点から火力発電も欠かせないし、まあ、経済性の意味でもあの必要だということになっていますで、まあ、エネルギーのベストミックスが必要再生可能エネルギーだけではなく原子力も、えー、火力発電も それを、まあ、バランスよく使っていくのがいいというのが、まあ、日本のエネルギー政策の基本的な考え方になっています。第6次エネルギー基本計画、えー、3年前のものですけれども、えー、その概要なんですけれども、えー、まずあの前回の議論で、えーまあ、2050年カーボンニュートラルを目指すということが書き込まれました。前、えー、前回のエネキの議論が始まる直前 2020年の10月に当時の菅首相がカーボンニュートラルを宣言してそこからこの第6次エネ期の議論が始まったので一応、カーボンニュートラルが初めてエネルギー基本計画のベースに据えられたというのが前回になりますそしてそのためにあらゆる選択肢を追求していくとなっていますで再エネについて主力電源として最大限進める とは書いてあるんですけれども、えー、あらゆる選択肢なので、再エネだけではなくて、原子力についても、えー、必要な規模を持続的に、えー、活用していくと。で、えーまあ、これまで第5次のエネルギー基本計画まで、あ,のーえーまあ、あくまで原子力については、まあ、福島第一原発事故の反省を踏まえて、えー、あの可能な限り、 えー、原子力依存を低減させていくっていうのが、まあ、基本だったんですね。で、そこから、まあ、第6次のエネルギー基本計画で、えー、必要な規模を持続的に活用、まあ、一応政府は、えー、低減させるという方向は変えていないと言ってるんですけれども、えー、それでもです、ね、あのこのような、えー、持続的に活用するっていう、えー、一歩踏み込んだあの書き方に、まあ、なりました。 そしてまた、まあ、カーボンニュートラルを目指していくということで、前回の延期から水素、アンモニア、CCUS の、まあ、社会実装を進めるということが書き込まれています。でまた、まあ、そういった水素アンモニア、CCUS、えー、これはまだあの技術が、えー、確立されていない。また、原子力についても、えー、次世代革新炉などあの、そういったことも視野に入れて、えー、検討していくと。 いうことで、まあイノベーションが不可欠だと、えー、いうことが書き込まれました。はい。で、まあこんなことがあの、えー、概要なんですけれども、まあ右のあの黄色い吹き出しで、えー、問題点書いています。えー、1.5度目標、あのまあ2050年カーボンニュートラル、そしてえー、2030年の46%削減はえー、1.5度目標、国際的な目標に。 えー、そうものではありませんし、特に先進国の責任として考えると、考えてもまあ全く不十分なものです。また、あらゆる選択肢の追求ということで、えー、これはもう、省エネ、再エネに集中はしないよと、えー、言っているということです。えー、原子力発電のまあ明瞭化、えー、原発事故の過小評価、まあ、そして水素、アンモニアなどの脱炭素技術によって、むしろまあ化石燃料を、えー、温存する。 えー、という方向が、まあ、示されています。はい、また、まあ、イノベーションに頼るということで、えー、不確実ですし、えー、それがまあ無駄な投資となる恐れもあります。で、えー、目次はこんなふうになっていまして、えーまあ、一応、あの1つ目の項目として、えー原発事故のあの、原発事故後の10年の歩みということが書いてあります。まあ、これはですね、 あのえー、処理汚染水の海洋放出とかも含めて、まあ、福島関係のことをすべ、まあ、てまとめて書いてあるんですけれども、まあ、基本的に、えー、もう復興に向かっている、事、え、故、ー、被害はもうほ,ほぼあの、まあ、終わっている、えー、着実に復興に向かっているというような内容になっています。でまた、えー、3番目のところで、えー、基本的視点 S、S プラス 3E の確認。 まあさっきあの言ったようなことですね。それからまあ4点目として、カーボンニュートラル実現に向けたまあ課題と対応。えー、一応、カーボンニュートラルを目指していくんだと。で、えーはい、あのそんなことが書いてあります。で、えー、右側に行って5番目のところで、えー、まあその2050年カーボンニュートラルを見据えた上で20 30、2030年に向けてどういうことをしていくかということが書いてあって、 えーまあ、ここで,です、ね、水素、えー、など非化石エネルギーの導入、原子力政策の再構築、火力発電の今後の在り方、まあ、つまり、えー、水素アンモニア根性、えー、水素アンモニア、まあえー、を、まあ、混ぜて、そしてあの将来的には戦勝を目指すというようなこと、CCUS を使っていくというようなこと、はいまあ、こんなことが書いてあります。 で一応最後に7番目の項目として、えー、国民各層とのコミュニケーションの充実ということが書かれて書かれてはいるんですけれども、まあ、現実にはですね、実際このエネルギー基本計画のプロセス自体見ても、ほとんどあの国民の、えー、市民の参加機会がないとい、えー、った状況になっています。で、えーまあ、この 第6次エネルギー基本計画の中で書かれている2030年度の電源構成なんですけれども、えー、再エネの割合がまあ36から38%、まあ、40%も見たにも満たないということで、これ、非常に低い、再エネを主力電源化、最大限値増やすと言いながらも、あの非常に低い目標になっています。また、原子力発電については、20から22%使うというもの。 また石炭火力についても、えー、もう、あのーえー、カーボンニュートラルというか、まあ、脱炭素のために火力発電の中でも特に石炭はやめていかなければいけないと、えー、ゼロにしていか,いかなければいけないという流れの中で、2030年の時点でまだ19%も使う計画になっていますで、えー。ちなみに一番上なんですけど、えー、水素、アンモニアは、 一応入っているんですけれども、わずか1%にとどまっています。で、まあ,あの、とはいってもですね、これ、あのもう非常に、まあ、現実性も低いし目あの、目標も低いという、まあ、電源構成になっています。ちなみに、原子力なんですけれども、今見たように20から22%って、本当に可能なのかと。 ということなんですけれども、え実は今現在ですね、原子力、えー、67%しか、えー、日本の電源構成で占めていません。で、それをじゃあ20から22%にどうするのっていうことなんですけれども、今すでに、えー、再稼働している、まあ、原子力、えー、ちょっとこの資料は前回のエネキの議論の時のものなのであの、古いんですけれども、まあえー、12基あってで、それに加えて、 えー、柏崎刈羽、まあ、今ねあの、運転禁止が解除されようとしている柏崎刈羽原発や東海第二原発、それからまあ活断層があると指摘されている、えー、鶴ヶ原発や鹿賀原発やあ、えー、と泊原発、えー、それからまだ完成もしていない大間原発、こういったものも含めて27基の原発をすべて再稼働してで、しかもそれらを えー、設備利用率80%、えー、事故や、まあえー、トラブルによる停止がほとんどないという、えーね、あの状況で動かして、それでようやく21%ぐらいになるという、まあ、資産なんですね。で、まああのー、今すでに、あのーえー、柏崎刈羽原発もそうですし、あのー、大井原発、えー、高浜原発なども、あのー、今すでに。 稼働している原発もトラブルや、まあ、事故、えー、地震などであのしばしば止まっているんですよね。あと裁判によっても止まっています。でそういうことを考えると、まあ、これから7年後の2030年、今ある原発が、えー、さらに老朽化して、一部の原発は50年を超える。そういう状況で、まあ、ほぼ事故なしに動かせるというのはあの、なかなか考えづらいという状況です。 でまた、えー、火力発電、えーゼロ、ゼロエミッション火力ということなんですけれども、えーまあ、その水素やアンモニア、えー、水素やアンモニアは、えー、化学式の中に炭素が入っていないので、それを燃やす段階では CO2 が出ない、えーまあ、そのためにこう脱炭素電源とか言われているんですけれども、まあ、それをどうやって作るかが問題で、えー、今、まあ、想定されているものは、えー、化石燃料から、 化学式を変化させてで、その時にすでに大量に CO2 を出し、そしてまたそれをタンカーに乗せて CO2 を出しながら、まあ、日本に運んできて、でそれを燃やすとで。燃やすとこだけ見れ、えー、ば CO2 を出,ない出さない、そういう、まあ、水素やアンモニアなんですね。でまあ、これは本当で、まあ、その水素も、えー、今行われているのは、まあ、ブルネイの天然ガスから作る水素。えー オーストラリアの活炭から作る水素。ということで、まあ、全く化石燃料産業とあの同じ構造になっています。で、えー、こ,れこれではであの、将来的には脱炭素にすると言っていますけれども、その将来というのは本当に2050年にできるかできないかという状況なんですね。つまり、それまでの間に、間はずっと、えーまあ、化石燃料を維持し、 C O 2を出し続けると、それなのに脱炭素燃料と呼ばれているという非常に矛盾に満ちた状況です。えー、ちなみに、えー、まあこれ二千二十年十二月二十一日、まあ三年前のあの経済産業大臣の挨拶なんですけれども、まあここに非常にわかりやすく書かれています。 再、えー、エネだけにすべての電力供給を頼るのは現実的ではなく、原子力 CCS、CCUS 付き火力、水素、アンモニアなどあらゆる選択肢を追求していく必要がある。えー、原子力は脱炭素電源として、えー、活用、安全性を大,大前提に活用していく必要がある。で、まあ、火力発電について CCUS。えーはいえー CC そして、まあ、水素、アモニアによって燃料そのものをカーボンフリーに。まあ、こういうことが、まあ、エネル日本のエネルギー政策の基本となって、まあ、今現在も、えーまあ、方向性全く変わっていません。で、それでその後に今出てきたのが GX の議論です。えー、と 2022, 年1年あ2022年に GX の議論年に。 数ヶ月、わずか数ヶ月で GX の基本,方針が基本方針案が固められて、1か月弱のパブコメで決まってしまいました。で、その内容は原子力の活用、そして水素、アンモニアなどに支援をしていくという内容、つまり第6次でエネルギー基本計画で決めた方向を具体化していくための政策がこの GX。 ということになりますでちなみに原子力については、まあ、この GX の中でさらに一歩進められていますで。第6次エネルギー基本計画までは新増設リプレースはしないそして運転期間は原則40年という1回に限り20年の延長が可能というものだったんですけれども GX 基本方針の中では エネルギー基本計画を踏まえると書,書かれながらも、活用をより前面に出しています。また法、原子炉等規制法から40年運転のルールというのを削除し、60年以上の運転ができるように、法律も書き換わっています。また、次世代革新炉によるリプレースが正式に書き込まれました。 ですので、まあ、こういった大きな変更が、まあ、国民的議論もなく、えー、去年決められてしまっています。で、えー、来年からの、えー、エネルギー第7次エネルギー基本計画の議論では、まあ、この GX に書き込まれた原子力の方針が、えー、エネルギー基本計画の方にも、まあ、反映されるだろう、場合によっては、えー、さらにまあ踏み込む、踏み込まれる可能性もある、えー、というところです。 でえー、とちょっとあの、まあ、じゃあ実際今、日本のエネルギー政策、エネルギーの現状どうなっているかというところなんですけれども、えー、とそうですね、えーと、再生可能エネルギー、ようやくまあ20%を超えてきています。でえー、原子力については、まあ、さっきも言ったように、えー、わずか6、7%になっています。でただ、まあ、石炭や LNG、火力発電が、 7割近く占めているというのが大きな課題ではありますので、今後、これをどのように減らしてい,くいけるのかということは大きな課題です、はい。原子力、再稼働できる状態になっているのが12基で、そのうち定期検査などで止まっているものもありますので、電源構成としては6、7%。 で,すで、えーと、石炭火力発電なんですけれども、えー、そうですね、あの先進国、えー、OECD 諸国は2030年までに石炭火力はフェーズアウト、えー、していくべきということが、まあ、国連、えー、などでも言われているんですけれども、日本では、えー、非効率な石炭火力は、 えー、フェードアウト、えー、徐々に減らしていくという議論はされていますが、全、えー、廃という議論はまだ行われていません。えー、90年代以降に建てられた、まあ、大型の高効率のものについて、まあ、高効率といっても、それほど、あのーまあえー、天然ガスと比べて2倍の CO2 を出すんですけれども、それについてはむしろ使い続けていく、えー、そして、まあ、そこに、まあ、アンモニアを混焼してい、えー、くと。 いいう方向になっていますで、まあ、日本のこの,あの国際社会に逆行した石炭火力政策を象徴するのが、まあ、このジェラの横須賀石炭火力かなと思うんですけれどもえこれだけこう気候危機脱,、えーまあ、脱石炭どころか脱化石燃料という議論が今,今世界で行われているのに、えー、この JERA の石、えー、横須賀の石炭火力発電 えー、2023年の6月に1号機が、そして24年の2月に2号機が営業運転を開始しようとしているという、まあ、状況です。はい、で、まあ、その石炭火力なんですけれども、えーうん、2012年以降、実はまあ50機も新設する計画が立ち上がったんですね。でまあ、その背景は 原発事故によって原子力の再稼働が進みにくかったこと、そして電力自由化を視野に各社とも安い自社電源を確保したいという動きがあったことです。で、まあ、50基の計画のうち2015年のパリ協定によって、まあ、その後ですね、やっぱりやめておこうというものが20基あったんですけれども、まあ、それでもそれ以外の30基がもう、あの、 運転を開始していいるという状況です、はいえー、しかし、ですね、まあ、まだまだあのほ本,当や本当にやるべきなのは原子力や、えー、火力発電の脱炭素化ではなくて、えー、まずは省エネルギー、えー、そして、えー、火,力発電を火力発電自体をやめていくことによって、まあ、エネルギーの効率,、えーまあ、効率化も達成していくと、えー、そういうようなことです。 再生可能エネルギーについては、えーまあ、ようやく20%を、えー、超えるぐらいになってきているんですけれども、これからは、えー、屋根の上だとか、あのーまあたまあ、屋根建の、建物の上だとか、まあ、そういったところを活用して、地域に根差した形で、まあ、いかに持続可能な形で増やしていけるか、えー、そのためには本当、地域での議論というものが不可欠です。 まあ、ちなみにポテンシャル、えー、可能性ということを見るとです、ね、環境省の調査で、えー、非常にたくさんの、まあ、ポテンシャルがあるということは示されています。まあ、でも実際にじゃあどこにという、えー、議論においては本当に地域での、えー、話し合いが、えー、欠かせませんそしてまあ大きなビジョン再エネ社会に大きく転換していくんだというビジョンが欠かせません。 また、まあ、今,あの今現在は原子力や、まあ、石炭火力天然ガスそういった、えーまあ、原子力数火力発電をたくさん使ってでそして、えーまあ、再生可能エネルギーを少し導入するというようなあの電力システムなんですけれども再生可能エネルギーを中心にという、まあ、大きな転換を考えるのであれば、えー、むしろこの変動する、えー、再生可能エネルギーに合わせて まあ需要の方も柔軟に、えーまあ、変化させる、融通させる、まあ、そういったような、より柔軟な電力システムが必要になってきます。そうすると、まあ、常にこう一定の出力を維持しなければいけない原子力や石炭火力は、えー、むしろこういった変化を妨げる、逆行するものとなってしまいます。まあ、そういった意味でもあの 政府が言うあらゆる選択肢の追求ではなくて大きく省エネルギーと再生可能エネルギーに本当は転換する必要があります。で日本もすでにそう,しそういった変化は起きつつあって電力システム改革そして再生可能エネルギーを促進する政策によって再生可能エネルギー がま増えてきてはいますし、それによって原子力やあの火力発電は経済性が実はなくなってきているんですね。で、しかし、それでは火力発電や原子力を持っているま電力会社がやま大手企業が困るということで、むしろそういう原子力や火力発電を維持するための政策が 作られているエネルギー基本計画もまあ、そういった方針で作られているという状況です。はい、いまあ、日本のカーボンニュートラル政策、残念ながら化石燃料を維持しながら、そして原子力も推進するというものになってしまっています。で、まだでえー、だからこそ。 私たち市民の声が必要ということで、まあ、今、FOE ジャパンも含めて、え r i d イ y s フォーフューチャー、そして各地の、えー、環境団体、えー、などで、私の未来というネットワークを、えー、新たに2023年立ち上げて、まあ、このエネルギー基本計画に声を上げていこうということを話しています。でちなみにもう一つ大きなあの、えー、変化があって、 2023年8月28日、国連子どもの権利委員会というところから、気候変動に関する意見が出されているんですね。その中で、気候危機は子どもの権利を侵害する、また、締約国は対策を取る責任があるということが書かれています。で、えーまあ、これは、あのまあ、これまでですね、あのエネルギー基本計画の議論の中に、 えー、若,若い世代の参加が全くなかったというところを、まあ、変えるためのきっかけにできるのではないかというふうに、えー、私の未来でも話していますところが、FO あのえー、日本にはすでに子ども基本法というのがあります、えー、2022年に、えー、与党が提,出あの提案して成立した法律なんですけれどもこの中にすでに、えー、基本理念として、えー 子供は事故に直接関係するすべての事故に関して、えー、意見を表明する機会や、えー、参画する機会が確保される必要があるというふうに、まあ、書いてあるんですね、えー。この第3条の基本理念。また第11条には、えー政,府まあ、政府や自治体は その施策の対象となる子どもや子育て当事者の意見を反映させるために、必要な措置を講じることを求めていますと、でその,具体,的な事例あの具体的な方法としては、パブリックコメントであったり、審議会委員への参加の促進、そして、えーまあ、SNS を活用した意見聴取などというふうに、まあ、具体的な方法の例まで書かれているんですね。 えー、ということで、あのまあ、こういったこともです、ね、エネルギー基本計画の議論において、えー、若い世代を参加させてほしいという、まあこまあ、根拠になるのではないかと、えー、そういったところをもっと訴えていけないかという話をしています。えー、最後、まとめになりますけれども、えー、2023年から2024年、えーまあ、この今、エネルギー基本計画の見直しがある、えー、このタイミングなんですけれども、 地球沸騰化と言われる市場最も高い気温をすでに一部観測している2023年を経験してそして先日閉幕した COP28 では化石燃料からの脱却移行そして再エネの設備容量を世界で3倍にといったことが合意されています。また先ほどの子どもの権利条約 気候変動対策をしないことは、えー、子どもの権利の侵害であるということが、えー、国連でも言われていますまた、えー、原子力、えー、福島第一原発事故から次の3月で13年になります、まあ、こういう背景をもとに、えーまあ、市民の声をエネルギー基本計画に対して伝えていきたいと思いますしそういったあの動きを 皆さんととご一緒してていいけたらと考えていますでその私の未来で、1月17日ですね、えー、気候危機を止めるためのに、まあ、今できることという、えー、シンポジウムを開催します。でこの中では、えー、子どもの権利に関して専門的に取り組んでいる方や、さまざまな社会課題に取り組んでいる方からのリレースピーチなどを、えー、予定しています。 ぜひこちらでですね、皆さんとお会いできたらと思っています。はい。一旦ここまででありがとうございます。ありがとうございました、えー。エネルギーの今の日本の現状について、とても細かく皆さんにお伝えできたかと思います。 えー、今あの話にも上がったあの子どもたち若者の権利ということがあのこの気候変動対策とても関わってきますがまさにその若者代表としてあの活動していらっしゃるフライデイズフォーフューチャーの中村さんにぜひあのコメント意見あの感想も踏まえてお話しいただければと思いますお願いします、はい、今のお話聞いてやっぱりエネキーっていうのは国民の意見が全く反映されていないなっていうのがすごい問題だなって 2012年の国民的議論が今のエネキに反映されていないことであったりとかエネキのを決めるような委員に環境団体であったり、まあ、若者が入っていないことって委員にすごい偏りがあるっていうのがすごい問題だなと思っていてやっぱり政府の思い通りになっているというか国民主体であるべきなのにそうではない現状がすごい問題だなというふうに思いました。 その結果として、やっぱり気候変動対策が進んでいないことであったりがあると思うので、そこ,がそこを変えていかなきゃいけないな、2024年のエネ k では、そこを十分なものにしなければいけないな,いけな,いなというふうに、強く思いいまましたありがとうございます実際にフライデースフォー・フューチャーであのされている活動などについても、少しご紹介いただけますか。 では、ちょっと画面共有させていただきます、はい、は先ほど自己紹介もさせていただいたんですが、改めまして、えー、中村千尋と申します。今、大学2年生でフライデーズフォーフューチャーというところでオーガナイザー、つまり運営メンバーをしています。 えっと、それから FOE ジャパンでもインターンさせていただいています。簡単に活動内容をご紹介したいと思います。ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、フライデ a ズ・ s for f u t u というのは、スウェーデンのグレタ・トゥンベリさんの、えー、学校ストライキがきっかけで始まった気候変動対策であったり、えー、気候正義を求める運動です。日本では2019年に立ち上がりまして、えー、全国各地に活動を広げています。 私自身は高校生の時にそにグレタさんの国連でのスピーチを聞いたことをきっかけに、えー、大学入ってからフライデ a ー s for f u t u r 東京が主催するスタンディングに、えー、実際に行きましてそれがきっかけで、えー、オーガナイザーに運営メンバーになりましたなので、えー、と今は活動を始めてから1年半くらいになりますこのスライドの写真 もしかしたら皆さん気になっているかもしれないんですが、これは今月の8日に新宿駅前で行ったアクションの様子です。今月ドバイで COP28 という気候変動に関する国際会議が開催されました。でそれに合わせて、えー、記者会見とスタンディングアクションを行いましたで。実は12月だけではなくて、毎月第2金曜日にスタンディングアクションをしています。 この写真、10月と、えー、11月の金曜アクションの様子です。9月には再エネ100%と、えー、公正な社会の移行を求めて、この写真のように、これですね、のようにパレードを開催しました。フライデース・フォー・フューチャーだけではなくて、FOE ・ジャパンをはじめとする、えー、NGO の方々であったりとか、他の社会問題に、えー、取り組む団体さんとも協力しまして、 数千人がパレードに参加してくれました。他にも活動の様子は SNS に載っているので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。スタンディングアクションも毎月もっと多くの人に参加していただきたいので、ぜひお待ちしています。もし今日ご参加し、えー、いただいている方の中に、オーガナイザーやってみたいなっていう方が、もしいらっしゃったら、SNS に DM でメッセージ送っていただければ。 と思います。いつでもお待ちしております。で続きまして、FOE Japan のインターン活動について少しお話しさせていただきます。とインターンを始めようと思ったきっかけは、もともと Fridays for Future 東京で活動していて、その中で、活動する中で FOE Japan を知ったのですが、えっと、まあ、そのインスタ、まあ、 えと活動内容、メインはインスタグラムの投稿なんですが、インスタグラムの投稿を通じて、まあ、見ていただける方に、自分の気候変動に関する危機感を共有したいなと思ったので、インターンを始めました。で、メインはインスタの投稿を作ることなんですが、他にも FOE のいろんなスタッフさんから、それぞれが取り組んでいらっしゃる問題についてお話をいただいて、勉強したりとか、あとはイベント、 とかアクションへの参加をしたりお手伝いをしたりしています。で、こちらも実はまだ SNS では公表していないんですが、近々新しいインターンさんを募集するそうなので、こちらもご興味ある方はぜひ応募してみてください。えー、と基礎知識とかなくても全然心配ないので,で、みんな楽しくやっているので、ぜひ一緒にインターン活動できたら嬉しいです。そんな 活動する私がエネキに対してどう思うかっていうのを最後にお話しさせていただけたらと思います。先ほどお二人からもあったように今年は史上最,、えー、最も暑い年になりました。12万5000年前以来の暑さっていうのを新聞とかで見てとても驚きましたし、12月になっても12月とは思えないような20度近いあるいは20度を超えるような 暖かさが続きかと思えば急に冷え込んだりと誰がどう見ても異常気象が起きているというふうに思っています。でこれからも気候変動が加速していくっていうことは目に見,目に見えていて1.5度目標1.5度の気温上昇まで残された時間はわずかしかありません。手遅れになる前に十分な対策を1.5度目標に整合するような対策を取る必要があると思います。 海外でももちろん日本でも気候変動による災害でもうすでに失われた命っていうのはありますで失われたものはもちろん取り返せないんです気候変動はすべての人が人の命がかかった問題です日本政府には、えっと、国民の命を守る責任があると思いますでまた日本は先進国として気候変動対策に力を入れなければいけないと思います で、先ほど、えーとえー、お話にもあったように、今年の COP28 ではですね、と化石賞を通じて批判を浴びた、えー、と水素アンモニア根性、日本が、えー、化石燃料を温存する言い訳として使っている水素アンモニア根性など、不確実な技術を使い、化石燃料をいかに使い続けられるかというのを日本は考えています。で、 COP28 では世界的に、えー、化石燃料からの脱却が合意されましたが日本はその新しく見直されるエネキを通じて化石燃料からの脱却をきちんと実現するような計画を作らなければいけないと思いますそして化石燃料時代を終わらせなければいけないと強く思いますまた COP28、えー、では2030年までに 再エネを3倍にするというふうに日本も合意,、えー、合意賛同したのでそれにも整合するエネルギー基本計画を作らなければいけませんで原発についても、えー、安全面、えー、気候変動対策どちらの面から見ても、えー、と必要ないというふうに考えるのでどちらも維持したり増加したりを許してはいけないなというふうに思いますで私は国民の意見に基づいて 政府の利益とかではなく、すべての人の命を優先した大きく生まれ変わったエネキを求めます。先ほど、紹介にありましたように、えー、署名であったり、イベント、エネキに合わせて署名やイベントもありますので、今日参加してくださっている皆さんと一緒に声を上げて、一緒に、えー、日本のエネルギー政策をいい方向に変えていきたいと思います。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。 本当にそうですね、あのもう若者たちも含めいろんな人々の声がちゃんと届くようにあのう私たちも一緒に活動していきたいなというところで今日ご参加していただいた皆さんも一緒に参加していただけたら嬉しいなと思います。ちょうどですね、えー、と今お話にもあがったように、えー、と私の未来という FOEJAPAN、えー、だけじゃなく、えー、Fridays for Future え、だったり、さまざまなあの団体が、えっ、ー、と、一緒になって活動している、このキャンペーンなんですけれども、現在、あの署名アクションを行っています。えー、この再エネをあのコップでは再エネ3倍という、あの、話も出ましたけれども、さ、え、ら、ー、に、えー、増やして、 本気の気候変動対策を政府にお願いするという内容になってますので、ぜひ、あのこちらの QR コードやリンクの方からご覧いただいてあの、ご賛同いただけましたら、ご署名の方もご協力いただけますと幸いです。ぜひよろしくお願いいたします。